皆さんこんにちは。攻略ミクロ経済学のちょっと六十二回目を始めていきます。こちらの方を用意してください。えっ、ー、と今日は百十五ページこちらの貨幣一単位あたりの限界供用の問題について取り上げていくことにします。 問題文を見てわかるように貨幣1単位当たりの限界効用は、まあ、いくらになるのかというのを聞いています。貨幣1単位というのは、まあ、1円当たりのというこういう言い方でも出題がなされることがあります。 貨幣 1>,、えっと、1単位当たりの限界公用というものが書き、えー、れていて別に X 財のとか Y 財のというのは指定されていないということは、えー、消費者の公、えー、用というものが、まあ、極大、えー、最大の時というのは X 財の貨幣、えー、1単位当たりの限界公用も、えー、Y 財の、えー の貨幣、えー、1単位当たりの限界硬用もどちらも等しくなるという、えー、重限界功用均等の法則が、えー、成立しているからです、えー、そして、まあ、早速計算の方に入っていきたいんですけども、えー、ここで硬用関数を見た時にコブダグラス型じゃないのでコブダグラス型じゃないのでああとかっていうふうに多分試験解除で、まあ、思う方も 多いはずですちょっと計算の方が、まあ、要するにコブダグラス型の場合と比較をすると時間がかかるということですね。で一応まあ括弧を外しておきます。u=2x+xy というこんな形に紅用関数の方がなっています。見た通り足し算が入っているので、まあ、コブダグラス型ではありません。でですね紅用関数が今言ったように まあ要するに、コブダグラス型の場合とそうじゃない場合という2つ、この貨幣1単位当たりの限界効用の問題に関しては出題パターンがあるので、これ、前回やってるんですけれども、コブダグラス型の場合、これはまあ今日はえ取り上げませんけれども、リンク先を用意してますので、 リンク先で確認の方をしておいてくださいこちらの方がコブダグラス型の場合だと圧倒的に早く解くことができますで今日はこのような形でコブダグラス型じゃないケースとして取り上げていくことにします まあ少し連立方程式などを使って、まあ、面倒になるというだけであって、特、え、く、ー、時間とかですね、そ,はそんなにも変わらないかもしれません。こ、え、ぶ、ー、ダグラス型でないケースとしてやっていきます。まず、貨、え、幣、ー、1単位あたりの限界硬用というのを聞いてますので、まあ、X 材に関しては、X 材の限界硬用があって、 そうすることによって、えーとまあ、要するに限界雇用を価格で割り算をしてますからこれは1円あたりの限界雇用貨幣1単位あたりの限界雇用ということになるわけです。 そして、効用が最大であるという、要するに最適消費の状況であれば、Y 財に関してもそれがイコールになるので、Y 財の価格分の Y 財の限界効用と。という、こういった形になるわけです。 で、この答え、問題で聞いているのは、まあ、どっちで出してもいい。どっちで出してもいいけども、結局、この値がいくらになるのかというのを、まあ、この問題で聞いているんだということです。え、それでは早速、この、え、等式、過重限界雇用、均等の法則に合致するように、数字を当てはめていくという作業を行っていきます。まず、こちらです。X 材の限界雇用。 ここを出していきます。xi の限界公用は、まあ、記号として mux というこういう記号の方を使っていきます。xi の限界公用というのはここで与えられているこの公用関数を x で微分をすればよいということです。用関数が 2X プラス xy ですこれを x について微分を行っていきます。x がついているのはこことここです。えー、この2か所を微分をします。x の肩の数字は1です。肩の数字は1です。肩の数字を前に掛け算して肩の数字から1を引きます。肩の数字が0乗になりますので、x の0乗というのは1ということです。つまり、 2×1、2x は 2×1 になって足し算することの、x というものは前に1を掛け算して、1から1を引きますから、x の0乗になります。x の0乗というのは1なので1、1×y はそのままに残ってますので、y ということになります。2プラス y という形になるでしょう。これが x 材の限界効用ということになります。 えー、xy の限界公用が、まあ、このように出ますので上のこの形に当てはめるのであればこの部分ですねこの部分をここで作るのであればこんな形になるでしょう。xy の限界公用は 2+yxy の1個の値段は8円なので。 こ,このののの部分分ですね。X X 価格分の X 材の限界用つまり X 材のに関して貨幣1単位あたりの限界雇用というものは8分の2プラス Y という形で与えられるはずです。えー、続いて同じようにこちら側もやっていきます。Y 材の限界用ですちょっとこちら側に持ってきますね。 MuY といいう記号を使っていきますこれも同じようにこの公用関数この公用関数を今度は y で微分をするということです 2x プラス xy です公用関数がこれを y で微分をしますですから y がついているのはここですでこちら側に y がないので この部分は消えますでなぜ消えるのかっていうふうに、まあ、多分ちょっと疑問に思う方も微分であのちょっと疑問に思う方もいますのでこれはなんで消えるかっていうと,こういうことなんです 2x のこの部分っていうのは y が付いてないってことは 2x に、えー、と y の0乗をけ算してるってことなんです。 だから Y の0乗っていうのは1なので、えー、そうすると 2xy の0乗を掛け算したものと xy というこういう状況を微分してどちらの項にもこうすると y がつくことになるのでこことここを微分するんだっていうことでこれとちょっと納得いくじゃないですかああなるほどそうだっていうふうに思うと思うのでだったらこういうことなんですよ。 えっと Y の0乗、0を前に掛け算した段階で、0に何かけても0なので、結局ここ消えるってことなんですよね。だからここの部分、Y がついてないこの項が消えるわけです。0を前に掛け算した段階で、0かける何かけても全部0だから。で、残るのはここだけです。Y の肩の数字が1です。1を前に掛け算して Y から y の1乗から型から。 1>, 1を引いて y の0乗です。y の0乗というのは1なのでこれは x かける1ということになります。かけるという記号と x という記号がごっちゃになると困るのでこのように黒点にしておきますね。x かける1なので1、えー、とこれは x ということになります。こんな形です。えー、つまり、 Y 財の限界公用というものは、えー、この公用関数を Y で微分をすると X ということになります。ですから振り返ってみて、ここですね、この部分全体を見ると、この部分を全体で見て、こちら側に持ってきますね。そうすると、えー、Y 財の限界公用は X です。Y 1個の値段は4円ででですすすこんな形ですですから これがイコールになっていれば良いということになるわけです。いいですねこの形です、えー。このような形で、えー、方程式の方をこの荷重限界行為を均等の法則によって持ってきます。で、足引き掛けは一致するので、足引き掛け、えー、とこちらの分母分子とこちら側の分母分子はイコールになるのでこのまま持ってきてください。 こちら側のたすきです。4かける2プラス x あ2プラス y イコール8かける x たすき掛けの状態が一致するということです。こんな状況になるはずです。括弧を外して、A、方程式の方を作っていきます。8プラス 4y イコール 8x y イコール 2x マイナスの2。 という形ですね。こんな形でできるはずです。まず一本目です。えー、ここで一本式ができて、結局これを求めろということですよね。この数字を求めろということなので、上と同じです。上と同じように、この数字はいくらなのかというのを聞いているので、問題文では。 ですから、X と Y という数字が分かれば、すぐに出るわけです。で、コブダグラス型の場合だと、X と Y の数字ってすぐに出るじゃないですか。だから、すごく楽なんですよね。だけども、まあ、この問題はコブダグラス型じゃないから、X と Y を求めるのには、これ1本じゃダメなんですよ。もう1本必要である。そのもう1本をどこから持ってくるのかっていうと、予算制約式から持ってきてください。 つまり予算制約式から持ってくるとこの2本の,、えー、とほ連2本の方程式、まあ、要するに連立方程式を作ることができるわけです今過重限界効用均等の法則から y イコール 2x プライナスの2を出しましたこれが1番目ですそしてもう1本はこちらです所得が120で x 財,を x 財は8円のものを x 個購入する 材に関しては4円のものを Y 個購入するということなのでこれを作っていけば予算制約式です。8円のものを X 個足す4円のものを Y 個購入するそれが120円になるということなのでこれが2番目です。 一番と二番の連立方程式を解いて x と y というのを求めていくことになります。一番を二に二のこの y に代入してください。そうすると手っ取り早くできると思います。プラス四括弧二 x マイナスの二イコール百二十。八 x プラス八 x マイナスの八イコール百二十。 X イ,コール128 X、イコール8が出ますそして8をここに入れて、y、イコール14という8と14という形で出るはずですですから8そして14をこの中に先ほどのこの中にですねこれが出ましたのでここに入れてください ここに第入をすると、14を入れたら2です。8を入れても2です。まあ、どちらを入れても答えが2になるということが、ここで明らかになるはずです。したがって、このような作業を通じて、2、答えが1が正解ということになります。